どうもこんにちは、4センチメートルの遠水です。今日はクリームチークを使って桃永さんのチークの入れ方を紹介したいと思います。はい、それでは実際にチークを入れていきたいと思います。桃永の人は、ここの長さがあるので頬骨よりも少し下の位置に楕円形になるように入れていきます。あとは指でトントンと動かして濃すぎないようにしていきます。はい、それでは反対側も入れていきたいと思います。ここで注意点があるんですけど、桃永の人は内側の方からチークを入れていってください。外側にしてしまうと顔の長さが強調されてしまうので、内に楕円形に入れてください。はい、では仕上がりはこんな感じです。いかがでしたか？気になった方は4センチまで。バイバイ。今回は4センチメートル TV をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければぜひグッドボタンをお願いします。また運営の励みになりますので、チャンネル登録もお願いいたします。